グラフィックは綺麗な部類やな。これは期待できるで。でしょ？いいホラゲの条件は、やっぱりグラフィックだよね。ちなみにこの作品は、SCP をモチーフとしたゲームなんだ。SCP。確か、自然法則に反しためちゃくちゃ危険な存在で、それを管理、収容する組織もあるんやっけ。ね、都市伝説とかとは違って、架空の存在であると。うち、これくらいしか知らへん。私も実は SCP 全然わかんないんだけどね。ただ、トレーラームービー見ると、ホラゲとして普通に面白そうだなぁと思ったの。まあ逆に何も知らん方が楽しめるパターンもあるかもしれんし。そうだね。すごいな。とても人が住んでると思えんような周囲環境やな。コンビニはもちろん、街灯も、舗装された道路すらあれへんで、今自家用車踏んづけてたでしょ。うわぁ、こんな天候で置き配するか。もうちょっと置く場所工夫してほしいね。もしもし、ここがうちの家ですか？あかんわ、他のとこ見に行ってみる。裏手にスペアキーでもあるんかな？ああ、すぐそばに雨よけできるところあるのに、この辺に荷物置いてくれてたらな。裏口ももちろん開かへん。これは？どないしたらいいん？あ、カッターナイフ入ってるじゃん。これで置き配した荷物開封できるんじゃない？入手できたのはカッターのみ。まだ家に入れそうにないし、荷物の確認からしようか。うん、中身は精密機械。アウトだね。ほんまや、プチプチもないやん。あ、なんか映像映ってるわ。おお、防水仕様だったか。ダルメシアンだね。む、最後、バール映らんかった？まさか、やっちゃったのかな。ワンちゃんいじめたらあかん。ワンちゃんと気が移ってて。撮影場所はこの辺りじゃないんかな。あ、カメラが反応してるね。誰がこんなひどいことを。カメラの画質が悪いせいか、なんだか皮が剥ぎ取られてるようにも見える。こんなことする SCP がおるん。今回それがわかんないのが私たちの残念なところ。バール、ゲット。そういや結局家の中に入る術が見つかってないけど。ここから入れたりして、バールでこじ開けて入るんだ。もはや泥棒の手口。ワンちゃんは、後で庭に埋めてあげよう。おお、早速ええもん見つけたで。ん、でも拾えなさそうやな。ああ、はいはい、これでも十分です。リボルバー。これも持っていけないんだって。うちの喜びを返してくれる？なんやカタカタと気になるな。これ。ブレーカーやな。触れるってことは、何か仕掛けがあるのかな？ここから聞こえてるんか。なるほどな。ブレーカーを落として、この換気扇を触ればええんや。カメラにフラッシュライトついてて便利や。ここ調べたらブレーカー戻せばええし。これは、ビデオテープだね。再生できるのかな？あ、映った。これは、この家の中の映像？え？あ、ちょっと待って。映像、よく見てた方がいいかも。手洗いの下のタイル、剥がせてたから、何かあるのかもよ。その手前の映像が気になりすぎて。ま、どっちも今から確認しに行くんだから大丈夫だよ。と、その前にこの辺りも一応見とくで。ドラムにギターに、アンプもあるし、バンドとかやってそう。バンド名は血の涙。口から血が流れてるんやけどな。こんなところで日本語が見つかるなんてね。3桁の数字と壁掛けのオブジェ。今は触っても何もないみたい。製品版での要素かもね。次行くで。おう、綺麗やな。両側の扉は開かへんみたい。ここは、そこがおそらく、玄関だろうね。ここは、あ、映像にあった場所かも。確かさっき見た映像には、この多肉植物に、ライト、2枚の絵も映ってたね。とすると、ここに問題の風呂場が。あれ？この壁の絵と植物の配置が仕掛けなんだよ。来たでー。はあ、血みどろのモダンハウスってどうしてこんなにも風情があるんだろうね。めっちゃ喜んでる。あれ、
映像に映ってた死体は見当たらへんな。あれ、どこ行くの？手洗いの下確認しなきゃ。いや、大事なポイントに触れる前に、他のところも見ておこうと。綺麗やな。最近、あんまりこういう綺麗なお家を探索する系のゲーム見当たらないよね。リサーチとかが最後だったかな。懐かしい。前のチャンネルで低迷しすぎて、結局最後までやりきれなかったんだよね。まあ、そのうちいろいろと面白いホラゲが出てくると思うで。そう思って私血眼になってスチームでホラゲ探してるんだけどな。そういや、青い、独り言言いながら目見開いてスチーム見てたな。結局向こうの部屋は何もなかったから、映像にあった内容を確認しようか。またしてもビデオテープか。肉みたいなのが釣ってあったのは見えたけど、あとはわからんかった。鍵もあるね。ん？あ、閉じ込められた？お？これは。ああ、進むたびに前に道ができるやつやな。よっしゃ、どんどん行ったるで。でも、これ、横に落ちたら死ぬんかな。ホラゲでただの落下死なんて別に面白くないから試さなくてもいいよ。あ、はい。てかさ、SCP、出てきた？出てないんじゃないのかな？個人的に、すっごいクリーチャーみたいなのが登場すると思ってる。ひたすらビデオテープが見つかるんやけど。ゲーム画面と、怯える少女。あと、時計が11時30分だったね。なるほど。要は映像に映ってる要素を確認していけばいいんや。うん。もう一度見直したりできるなら便利なんだけど。どうやらその機能はないらしい。ほな見落としてしもたら終わるやん。絶対触れないといけないポイントが映像になってるわけだから、見落とすのは罪の状態になるんじゃないかな。お肉、熟成中。美味しそう。うち、食べたい。お肉を前に知能が低下しちゃった。いろんなところにカメラ向けてみるのも、一つの手やな。お。この子がおるってことは。これ。時計やな。11時30分と。あとは、ゲームも映ってたんやっけ。ちゃんと要素を揃えん限り展開せえへんねんな。謎解きやパズル要素が好きな人にはぴったりだね。ゲームもこんなところにあるやん。お母さん掃除機ぶつけんといてよ、もう。何それ。このネタはおっさんホイホイと言います。さて、セットする前にふーってやったからバッチリや。これで映像の要素は全て揃ったはずや。ノー、Not here. Leave. Leave me alone. Leave me alone って、ホラゲでよく聞くよな。放っておいてって意味だよ。あ、何の音や？なんだろ、とりあえず、家から離れるって指示が出たよ。あの女の子が SCP とか言うんかな。ありそうだね。この家の周辺何もないよなって思ってたけど、この家ごと隔離されてたんか。ってことは、この家の中で遭遇した何かが SCP なんだ。家自体が SCP ってことは、ないよね。質疑応答されてるみたいやけど、何もわかりません。これは、自分の家じゃなくって、SCP のいる家に派遣された職員が自分なんだね。青い、あそこ、ダルメシアンがおるで。ほんとだ。数匹用意されてるってことは。冒頭のワンちゃんは、もしかして、この SCP に関連して、試験的に殺されちゃった可能性もあるのかな。あかんてそんなん。あと行けるのは、あそこの扉かな。閉まってる。ん？なんか隣のバッグに触ったらロックが開いたわ。
か、ここは研究所やったか。普通にホラゲやってる気分やったからまさか研究所やとは思わんかった。あのお風呂って SCP、嘘やろ。だってここ SCP 関連の施設なんでしょ？これは？いや、ただの施設の設備にしか見えん。脱走してるよ。コンクリ壊すようなやつどないして収容したらいいん。ん？バナナー！この部屋なら私たちでも入れそうだね。食べたらええだけやん。でも、残念ながらここは入られへんみたい。本当に隔離が必要なバナナの SCP なんているの？なんだか SCP に対する私のイメージが変わっちゃいそうだよ。ここは？開いてるし、入れるやん。入ってもいいですか？あかんかったら止めてくれるはずやし、いけるな。あ、ちょっと待って、ここ本物がおるわ。あかんあかん。